ジャイロフルークスピードカナード SC01 スピードカナード SC01 スピードカナードジャイロフルーク SC01 スピードカナードは1980年代と1990年代にドイツで製造されたスポーツ機である。ルータンバリーイージーの影響を受けてはいたがスピードカナードの設計は全く新規のものでルータンの移行は取り入れられていなかった。バリージーと同様に スピードカナードは方向打を持つウィングレットを備えた重力対応の前翼機である。タンデム複座のコックピットとキャノピーはグライダーのグローブツインアステアから派生したもので首車輪式の耕着装置の前足は引き込み式である。機体は隅々まで複合材製であり、1983年にこの設計がドイツで認可を受けた時には世界中で初めて認可を受けた。 複合財政前翼はとなった。操縦系統での特徴は2つの方向打を独立して操作することができ、これにより同時に両方の方向打を外側に向けることで、要因具を打ち消し合い、結界やブレーキとしても使用することができる。1987年に四座型の E-401 の開発が発表されたが、その後すぐに中止された。日本には、 カツラ文鎮が所有する一機のみ存在している。2017年末に一揆登録が増えた。ありがとうございます。